こんにちは、プラウトゥーワン社会科の直井です。今回もこの件はどこの件で何に似ているかというシリーズ、今回8回目になります。今回はこちらの件です。こちらの件ですが、面積が4190平方キロメートルで、日本国内では34位になります。人口は78万7000人、これは43位なので下から数えた方が早いということですね。人口少ないです。はい、この県の特徴なんですけれども、失礼、メガネフレームの生産が全国1位、また漆器の生産も1位、変わったところでは恐竜の化石の発掘量が1位になっています。恐竜博物館が観光スポットになっています。はい、よいしょ。こんなキャラクターもいるみたいですよ。はい、ということで今回は、はい、福井県でした。何に似ているか、もう鍵にしか見えないということですね。以上です。次はあなたの件を紹介します。